の体操が到着。はい、到着しました。はい。だいぶね、風もやみました。朝来たら爆風やったで。うん、まあ、ちょっと揺れはあるけどな、まだ。うん。はい。沖にポツンと歩いて。沖に本当にポツンとこのイカだな。新しくつけたでっていうもんで来たんやけど、イカだは前からあるやつを引っ張ってきた感じやな。穴が開いとるもんで、ちょっと俺は向こう行くわ。ちょっとこの辺はもう腐っとるもんで、リンボー釣り生活、うん、はぁ、あ、一泊二日、今から開始やでな。とりあえずは魚釣ろ、食べれる魚。そうやな、うん、アイゴ以外でお願いします。アイゴ以外、うん、なんでの。アイゴはちょっとあの毒刺さると痛いんで。痛かったあれ。かなり痛かったおかげでね、妹はね、アイゴ姫って呼ばれるようになって。嘘や。本当。誰に？みんなにね、愛護姫、愛護姫って言われるようなあだ名がつきました。ああ、もうあれから出てきてない、出てきてないけど。もうちょっとね、忙しい時期なんで。はい。しか行きたいけど妹とも。なあ。とりあえずまあ今日はあの貧乏生活ということで。一泊二日貧乏生活。はい。はい、まず食べれる魚？とりあえず何でも狙ってみる感じ？とりあえずそうやな。まあ、チヌどうする。チヌっていうよりもとりあえず食べれる魚じゃないかな。うん、うん、食べれる魚を確保しやんと。だからもう最悪チヌ釣るか。最悪チヌっていうかまあ大きいやんか。う、うん、まあまあ確かに。これたら多分アベレージ40やろ。うん、そうやな。なあ、うん、でアジを10匹食ってもさ、そうやな腹いっぱいにはならん。多分調理中に 2,3 匹消えるけどその猫と格闘せやなあかんタイプやでな。あそこはそうやな、うん、猫がおったやな、忘れとった。できればボラが欲しいけど。タイがいいな。タイがいい、うん、大きなタイ。とりあえず目標はヒラメ、マゴチ、うん、おればな、うん、やったことないね、ここの海で、うんうん。ヒラメ、マゴチ、まあおるやろで。スズキももしかしたらおるかもしれないし。で、アジ釣れたらもう泳がせよ。うん、泳がせよ。とにかくアジやな。うん、そうそう。あの、サオウキ持ってきた？サオウキは忘れたけど。あ、なったかな、あのさ。飛んでくで、ここやったら。あ、知っては持っとるから大丈夫。そんな感じかな。はい。はい。ちょっと用意したいと思います。トイレが、これか。これ台風来たらこのイカダ飛んでくやろな。うん、ここやと引っ張ってまた直すんやろな。なあ、まあ何瓶玉がついてるやん、うんうん、あれはなんなん。なんな、後ろにもあんのさ。な、貝じゃない、真珠か。なんやろ、囲まれてるよこれ。真珠なんこれは。アコヤガイとか。アコヤガイなん、わからん。アコヤガイとアッパガイ。アッパガイマジン。でももうまだ種付けたとこぐらいちゃう今。あ、食べやんね、うん、あ、もし牡蠣を釣ったら OK やで。釣ったら OK やで。釣ったら OK、うん、視聴者がここ来て、うん、ご飯ですとかさ、ご飯ですよとか、うん、なパンとか流してくれたら、うん、タモで作ってもって、あ、来たらな。絶対無理やでな無理やな、うん、はい、しゃあないわな、うん、じゃあ頑張ってください。はい、頑張りますでは俺のミッションあんねろ、ちゃんと。ないさ。え、ないさ。え、ないよ。なんでの。ええ、俺はカンピンタンは
二人で一つ。あ、そういうこと。はい。あ、はい。はい、ということでね、しんちゃんもね、頑張って自分のメッシを。はい。いただきたいと思います。うん。で、私の飯もお願いします。はあ。はい。これ何？ん？ライブ配信かなんかでさ、うん、誰かに飯届けてはありな。ありじゃないの？例えば夜とか。うん。罪はあるやん。罪はあるよ。だって焼くことは可能やでな。そう。持ってきてるのか。だから、ありがたい視聴者さん、優しい優しい視聴者さんが。前回やったよな、でもこういうの。やったけど。まあまあ一、うん、人で一人でやったけど、あれはまあまあちょっと尾鷲からちょっと離れてるし、はい、まあでも浜島やで変わらんやろどこ行っとんねんじゃねえかまだ五箇所とかならね、よかったか分からんけど、まあ、浜島まで来てくれるね優しい視聴者さんがおれば、なおかつ肉を持って来てくれたら肉なの米じゃないの。米がお前そんでも病院から米止められてるよなあのカンピンタン投稿は減らす理由が来れないけどなあ、なん太郎の数値が高すぎてなあ、病院でやばいってボラエモンも言われて、それをはるかに上回る数値でなあ、いつ行ってもおかしないやろって言われてなあ、でも下がってんの。まあまあ一応下がったなあ、頑張って下げたもんな。下げた。歩いてブロッコリー持って歩いてブロッコリー食べて、そうそうそう、歩いてブロッコリー食べて歩いて、ね、ちょっともうこの辺にブロッコリー咲かせながらね、なあ、うん、ブロッコリーをなあ、鉢巻きに刺して走ったもんな、お前。そう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 、はい、懐中電灯こう当てながらねよなよなそんなんどうでもええわちょっと釣りせなやばいで、俺もやろ、俺も飯ないやろ。ないさ。ないやろ。ないよ。じゃやろや、もうやる。うん、やる。じゃあ、で、私は今からちょっとお化粧したいと思いますので。え、すんのえ、そんなんいらんやろ、もうそれ言うと映えないででは、レッツフィッシング。はい、頑張るぞやっと、鼻を測れるのか。うん。
あれするんちゃう、むずくんちゃう。ハエが止まっとるわ。ハーギー。おー。でも佐藤もミリも持ってきてないでしょ。え？あ、すいません。佐藤とミリ持ってる人見せかった。お二人見てますか。はい、どうも、おはようございます。おはようございます。今日は貧乏釣り生活ってことで、大新丸さんに来ています。はい。釣った魚だけで生活するそうです。あんたかな。なんでやの。釣り生活。そう、貧乏釣り生活。貧乏釣り生活。釣った魚だけで生活？生活です。釣った魚だけで生活っていうことは？お先見やな、忙しいやん。はい、お先見るみんな。はい、どうぞ。ね。何やったっけ？米がない、米が。米がない。あの、飲み物はすべて OK なんやけど、うん、米はなし、魚のみです。で、今何が釣れとんの？グレート、うん、カワハギ。もうカワハギはまた今度持って帰るから。うん、まあ、うん、入った入った、見えた。うん、まあ入った入ったよ、今ぐーって。どうやった？浮き網。浮き網。そう。でね。はい。まあ、カワハギは家帰って食べるから。はい。え、グレ一匹です。グレ一匹です。グレ一匹しか。それを普段俺が釣ってんか。え、でもカンピンタン二人で一つやんか。でもあれ、グレは俺が釣ってん。だから。あれは俺が食うもんじゃないの。そんなん言うの。違うの。違うよ。半身は私のやで。半身なの。あなたのものは私のもの。ええよ、半身で俺胴体食うわ。まあ、頭食った。出た。なんでそうな、頭なんかグレあらへんやん。食べるとこ何にもないやん。出た、出た。言われ。美味しいけどさ、そんなんじゃさ、お腹いっぱいならへんやん。違う？違う。だから皆さん、なんか持ってきて。なんて？なんか持ってきて。何をですか？何でもいい。何でもいい、もう食べれるもんなら。そうなん。調査さんが差し入れを持ってきてもらうこと。差し入れはオッケーな。オッケーやよ。オッケーなんや。オッケー。誰かは誰か助けて。誰か助けて、割れてしもたわ。割れた。あ、食っとった。食っとった。食っとった。海藻が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 。あ、カメラが切り替わった。何やと思う。何やと思いますか。何やろ。つかんな。何やと思いますか。わかんない。何やろ、食べるさ、食べれる魚かな。なんかぎこってきて。食べるやん、こいつは。死んでも。すごい。ええー、こいつもあんのか。行きたいけど遠いで行けやんって。誰？連休ですよ。連休ですよ。あの大新丸さん明日も空いてますよ。どこ？どこ？大新丸さん、浜島です。浜島の大新丸保線。はい。で、釣り場は御座です。はい、釣り場は御座です。はい、風景撮って。御座です。風景どんどん腰がひねるも見たいわ。貧乏暇なしって。あとは草食ってたの。草食ってはない。それ差し絵にしとんの私。ほら、うん、
これ見て、はい、ほら腐っ、まあまあやな、でなんやろ、匂いは、匂いは結構きつめ、でもしんちゃんあれじゃない、風向き的にきついんじゃない、あーきついな多分音声風でボーボー言うとるほんま、やで高い声喋っとんやけど、はい、風なんか触ってない、いや触ってたよ、なんなんこれ、何、え、ブルンブルンしてない、私がな、持ち方が悪い、頼むね、押さえ方が、頼むね、もう餌、いや何してんねんお前お、あ、当たった、当たった、これ何、いつ合わせたんや、いつ合わせたんや、はい、残念はい、ということで一泊二日で貧乏釣り生活です貧乏強調してな、貧乏貧乏やで、腐った大きな貧乏って言うんですけど何しに来たのお前、魚釣りなで、夜は調査さんがお肉を持ってきてくれるはずやからあ、炭はあるでな、そう、炭はあるから、炭は用意したんですよ、みんなで大春丸でバーベキューで、4日の日はみんなで釣り、夫婦揃っていかだ釣り楽しんでいますが、他県への移動自粛のため我慢のゴールデンウィーク、妻がライブ臨場感楽しんでます、やって、母ちゃん見てる、母ちゃん、母ちゃんって、本当はな、遠征行くんやったんやな、そう、遠征行きたかったんやけど、遠征行くんやったんやけどコロナで行けませんでした、はい、なので三重県で釣りです、当たりが出たらはわしてくださいよって、はわせってか、団子割れたか見て、見とくわ、皆さん団子割れたか見とってください、あ、おもりついとるよ、おもりついとんの、うん、ちょっとあげてみて、あ、持ってるな、まだ団子あるわ、割れたかどうかわからへんね、はいついてる、エサはオキアミやろ、うん、オキアミ、穂先見える、どうなんやろ、携帯ではわからんわ、俺腹減ったよなあ、腹減った、お昼もなしやで今日、そうなん、そうやで、そらせやわな、クーラー何も入ってないよ、何も入ってないですよ、飲み物しか、飲み物しかないです、だから本当に明日の朝も、そう、昼も何もない、何もない、それ当たらんだ今、団子、団子当たったな、なあ、うん、いてんじゃない、もう死ぬでもええよ別に、今日は持ってくるで、ごま油もいた、持ってきたよ、よしよし、じゃあ持ってきてないのはみりんと砂糖やって、いつもより穂先見にくいです、ね、そらな、ごめんなさい、携帯なんで、俺落ちるかもしれんで、ね、このイカだ、穴開いとるもんで、ちょっと待てよ、どや、何これ、え、なんか食ってなかった今、俺トランペット超でっかいやん、あんたやったら、まあ、100キロやな、お願い、下から取らないで、20アゴ、はい、餌ちょっとうさいな、食べていいですか、餌、オッケアミやろ、オッケアミ、大丈夫、見えてますよ、はい、はい、ありがとうございます、私いつも柔らかいんやって、このさ、うん、これ切んねやって、切らへんって、切って、この今お前つまんどるとこまで入れるやって、ていうか、バッテリーね、で止まったの、最近、え、止まった、最近止まってない、画像、動いてますか、動画、うん、モバイル突っ込んでや、線持ってきてない、待て、線持ってきてない、今日は何を忘れたんですか今日何を忘れた、今日はな、言っていい、うん、あんたも知らんこと、うん、ボケ60匹家に忘れてきた、マジで言うマジで言っとる、これは
え、飼った？どこで？朝日屋で60匹また？うん本当にだからどうしようかと思って、うん、あの家にある60匹、うん、取りに帰るか持ってきてもらうか。まあ最悪終わってから冷凍庫入れたみたいな。うん、もうしぼけで使うやん、うん、60匹の生きたぼけ、うん、高級しぼけだから今日そんなに餌買えなかったんですよ。はい、わかります？はい、オキアミも買えなかったアホなことしたんで、はい、いやマジでマジやって。オキアミも買えやんの？え、オキアミ、あなたのオキアミは買ったよ。でも私のオキアミは買わなかった。うん、でん、誰か、誰も来てくれはい、ちょっと待てよ。ギッと握っとかなの、ギッと。うん、携帯落としてな。ライブを停止して、何食ったんですか？なんか起きたよ、俺。え？何がいい？みんな団子割れたか教えてな。そんなんわかるか、おもりついとんのに。これ何？団子。いや、なんか当たってるよ。当たってるな。団子当たりあるよ。俺の手ぶれがすごい。団子当たったで。ほら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 。食ってへんか、これ。食ってないよ。ちょっと上げてみ、貼ってみ。あ、ついてるな、団子。来るで。これ何人かわからんのな、汚て。ちょうど隠れとんの。笑かしたら私の手ぶれする穂先。これ見えてる？今ええ感じ？この辺かな？あ、これおもり外した方がいいかも。マジ？うん。割れた？割れてない。あれ、なんか触ってない？めっちゃ。そんなにいったら俺。団子。割れた？割れてない。全然違うところに。この辺か。あー、冷た。長靴水入るわ。マラカさん、こってよ。見えとるて、熊尾さん。熊尾さん、ちょっといない？そう。あ、そうか、剣またいだあかんでな。そうそうそう。おとなしくしとってください。割ったな、はい、割ったな。割った。ほら、だって。ストップ。でけえへんもん。ストップ。震えとるよ、ババ。震えるんや。やめて。決してある中ではないですよ。なあ。触ってる。離した。楽しい？みんな楽しい？ほいみんな楽しい？お前合わさんのみんな楽しい？これ楽しい。携帯が落ちる、震える、手が当たってるよ、バンバン。なんで？え、だって見てる。もう終わったんちゃうかな。いや、終わってない。まだある。あんまり鳴らすとさ、楽しいよって。楽しい。もう餌ないかな？ない。 ある。ある。あ、今入ったな、ちょっとな。入るって。ほんでもフグじゃねえよ、これ。当たった。カツンって餌だな。フグやな。あの、針に当たった。ちょっと待って、手に針が乗っとってさ、あんたの耐えとんやんだよ。あかん、たぶん餌ないわ、こんな。ない。まあかん。やられましたか。やられました。違うな、フグじゃないよな。重りを外します。はい。ワンちゃん、ボラやったらめっちゃ嬉しいね、今日は。今日は嬉しい。今日は嬉しい。フライできるの？フライできるよ。今日はちゃんと持ってきた。油あんの？油あるよ。パン粉も。あるよ。へえ。今日はあの、卵もいらないパン粉を買ってきた。おう、気合い入れとんな。いい気かけてみた。切って、ぐる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 っと入れて。オキアミ。ちょっとまともなオキアミがないんです。多分フグだよ。私、昨日その食い方でした。そうなんや、フグやって。え、フグは嫌や。でも団子アタックあるやん。じゃあそんなんな、言うだがねて。希望を持とう。俺たちの飯がかかっている。お前なんかおかしいよ、これ。いいな。V になっとるけど。いいな。抱き合わせちゃうの。
抱き合わせじゃない、刺さっとるよ刺し合わせみたいになっとるよ、うん、刺し合わせやん。これ何団子、なんか赤いところがいっぱい入っとる。前回の残りに、あ、残りか、うん、いい感じに日焼けしてますねだろ、めっちゃ黒いやろなあ。これでもな、顔面化粧しても日焼け止め塗ってんねんで、うん、1時間に1回1時間に1回も塗っとんの。そうやで、あーこはそれでこれやでなあ、すごいと思う。釣りしすぎね。何が 43? 年齢、ああババアのか違う、風はそんなに、朝は強くてちょっと出船待機ってことで待っとった。他の人は出てった、割れた行くで行くで。え、割れたとこでは食わんの。下げてみ、あ、触った。え、あれフグやろ。おどう、あかんダメダメ、これヒットしたら、ヒットしとる、ヒットしてるやん何、え、泳がせれる、え、あ、泳がせれる、はい、水の中入れて泳がせするよ、今日はもう全力で全力でこれ何、豆味これ針刺さる、刺さるちょっとばあさん待ってんか、逃亡犯やっていうか俺のおった場所穴開いてんねんよいしょ、これ持って、はいはいはい、持てます。あ、怖、何してくれるの、持ってっつってんか、痛い、あ、もうバット、ありがとう、あ、いいねか。え、こんなん鼻が消したらし大丈夫、こんなマジで行きますけど、あ、来い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 、誰が来てくれる、わかんない、しんちゃん頑張れ泳がせ、じゃあこれはな、ババアの食用泳がせあ、そんなとこ針ついてんの、いや本当はこういう、それイカもけるやつちゃん、ちょっと戻ってな、はい、はいはい、離して、よいしょ、ちょっと泳がしとくよ、死ぬで、これ大丈夫、はい、ちょっと皆さん危険なんで離れます、もうちょっと離れます、怖いです、反対側行きます、はい、え、パンチっちゃ死んだやろあれまあ今日ワンちゃんエイ釣れたらエイ食うわ、ちょっと待って、ロープがあるこっち、あー、でもそこまでは行ってないに、うん、その辺におるに、ロープ張っとるやつやで、うん、よし、なんかないのこれ、はい、あ、これがある、あ、わしゃ、これ刺食はい、それ知ってしてよ、今晩の飯がかかっとるでな、これ今日で何、丘でちゃんと引いたいて、大新丸さんの磯乗り合い場所になんのかな、うん、漁港の一番奥にあります、はい、それでシャワーがあるんさ、そこ、そう、シャワーもあって仮眠室もあるんやけど、うん、今日は車中泊、本当はテントでやろうか言うとってんけど貧乏やもんで、違うよみんなちゃんとな、買おうとはしたんやで、何をですか、寝袋を、しんちゃん、はい、横幅何センチ、110ぐらいでしょ、はい、ってことは750なんですよ、何がですか、幅が、はあ、入らないと、ね、そうな、寝袋に入らんの俺、そう、はい、1メーターあるから結局もうやめようかってそれをちゃんと伝えてなあ、みんな多分ガネの前で大笑いそうだ , 笑い事っちゃうでって痩せてください、今日痩せるもんな、そうそう、ガリガリにな、そうやで、2日間でもう魚しか食えやんでな、ほら、食い物ですか、食い物、何をご所望しとる、何やろう、米、もうバッテリーがないよ、皆さん、はい、はい、よかったら来てください。それではですね、
あの釣り続行したいと思います。はい、レッドラインオーバーを目指すんかい。まずメッシを目指せ。メッシね、私何も釣ってないから、はい、頑張ってメッシ釣りたいと思います。またね。うん、ちっちゃいけど死ぬ、美味しそうな死ぬ。ほら、25ぐらい。もうちょっとあるやろ、30ぐらいいっちゃう。30かな。サイズ測る？やりました。ゼロがここ、もうちょい前や。はい、はい、34かな。1,2,3,4 ここやで。33.5。よっしゃ、1匹目やりました。じゃん、どうしようこれ食べる？食べやんの。じゃん、はい、おめでとう。携帯俺にも来てる。え？3.5 か、うん、335。
っかりやな。